私は来年の夏まで全裸待機を決めました。常人なら到底考えられないことでしょう。昨日までの自分もそうだったんですから。昨晩私は臨大が楽しみすぎてなかなかでつけず、結局一睡もできないまま朝7時を迎えてしまったんです。正直、今日の会議終わったなと思いました。ですがそんな心配もつかの間、 私の目には新作モーハンの情報が飛び込んできたんです。素晴らしい光景でした。まるで初代シュレイド城を彷彿させるようなマップと赤く染まった月明かりに照らされるモンスター。私は私の中に眠るリビドーをそこに見出すことができた。そこからの私の行動力は生まれたての赤ちゃんが産声を上げるよりも早かった。おもむろに服を脱ぎ出し早々に家を出、出社した。 とても、解放感のある朝でした。これまで25年と生きてきましたが、こんなにすがすがしい気持ちになれたのは初めてです。テレビで私が報道されてるって。<laughs> それはそりゃそうでしょう。自分の気持ちにここまで正直になった人なんていませんからね。羨ましいのでしょう。ロックだね。 マジな話、俺はライザーオワコンだと思ってた。操作性の良さと、躍動感のある動きが最高にクレージーで、みんなの心をわしづかみにしていたのは確かだ。推しの V が配信していたのも良かったし、アプリで追加されたモンスターもみんな紙調整されてて、発売1ヶ月の間割とマジで記憶がない。それぐらい楽しかったってことさ。バンドメンバーにギターやってる奴がいるんだけど、気づけばスイッチ片手にモンハンやってて、 ちゃんと新曲の練習してるのかって聞いたら、起炎の旋律はちゃんと吹けるから安心しろって言われたんだ。モンハンは時代の波に乗っていたよ。<笑><笑>失礼。申し訳ない。でもバルファルコを最後に熱は一気に引いていったね。例えるなら、あージェットコースターだ。登り切ったら下るだけ。 今はまだ下ってる最中だ。まだまだ下っていくもんだと思ってた。だけど、だけどあの PV はやべえよ。体に電撃が走ったね。モーサーも、ベーンだけど、それよりも BGM だ。曲を聴いて一番最初に感じたのは、今まではただの序章に過ぎないってこと。本物の借りはこれからだってこと。わかるかい俺たちはカプコン様の手のひらで泳ぎ続けてんだよ。 一年は長く感じるかもしれないが、それもあっという間だ。カプコンは俺たちを裏切らない。だ、そうだろ。う。大丈夫だ。心配ない。喜びのあまりばあさんとハッスルしてたらぎっくり腰になってしまったんだ。このまま話す形でも。大丈夫ですよ。アスフォーそう、ありがとう。じゃあ、一つずつ順を追って説明していこうかな。 まあ、話すこと一つしかないんだけどね。<laughs> 私が、皆さんにお伝えしたいことは、カプコンが神だということです。私は今までに数多くのゲームを遊んできました。クラナド、アマガミ、フォトカノ、特密メモリアル、ホワイトアルバム2、どれも素晴らしい作品でした。そして同時にある一つの事実に気づくことができたのです。それは、 モンハンを遊んだことがない人間は一生独身だということで、そこに人権などありません。ある研究結果だと、世の中の既婚者の9割はモンハンを過去にプレイしているという記事を以前目にしたことがあります。ちなみに残りの1割は、1割はお隣さんに同い年の幼馴染みがいて、 かつ家にいても窓越しに会話ができる環境下にあった人たちみたいですね。話を戻しましょう。つまり私が言いたいのは、いつまでもアペックスで他人に悪態ついてないで、さっさと女の子と機嫌万丈してろということです。巷ではアペックス クス女子というキャリーしてくださいとか言いながら相手の年収を巧みな話術で聞き出す子たちがいると聞いたことがありますが、私の長年の感からすると、近々、ンハン女子という言葉も出てくると思うので、今のうちに世の男たちは年収をバチコリ上げておくといいと思いますよ。